2020年の東京五輪を考えるということで、実際今のオリンピックというのはどうなのかということをちょっと考えたいなと思っております。まあ、クブレタン唯一、この人はその単に楽観主義者じゃないし、オリンピック性善説で、まあ、もう、一貫してるという、まあ、ということでもなくてですね、オリンピックもですね、というかスポーツというものは、まあ、自分が書いた原稿の中にですね、自分が、オリンピックのその機関紙に書いた原稿の中に、やはりその癒やしい、精神からですね、情熱を持ってはこの戦争を引き起こすところにも利用されるということを言ってるんですね。もちろん高貴な精神によって、スポーツをに関わることによって平和をもたらすこともできるという、まあ、この両面を言ってるわけです。悪と善の卑しい心と高貴な精神の、まあ、そういうその悪と善のですね、葛藤のドラマがこそオリンピックの歴史だと。でしかもなおかつその中の悪のドラマが、ここまで地球第二までオリンピックを拡大した最大の原因で要素であるという、まあ、そのことはクブレタンはそこまでは意識しなかったというのを書いております。で、まあ、今日お話ししたいその東京2020の東京オリンピックというのはまさにこの悪のドラマの、クライマックスだろうというか、まあクライマックスを経てですね、まあ、終焉に向かうオリンピックを、まあ、幕を閉じさせる方向へ向かう、ような内容を2020年東京オリンピックというのは、抱えているというふうに、まあ、考えます。2013年、9月初旬に時間を当てますと、ちょうどブエノスアレスでの国際オリンピック委員会 IOC の総会があります。そこで、2020年の開催都市を決める選挙がありました。福島第一原発について私は皆さんに約束する。状況はコントロールされている。決して東京にダメージを与えない。事実を見てほしい。汚染水による影響は福島第一原発の港湾内の 0.3 平方キロメートルの範囲内で完全にブロックされている。まあ、こういう、まあ、ことを言ったわけで、本当にそうなのか。でみんなこれはもう大嘘だってこと分かったわけね、すぐね。もう汚染水漏れがどんどん海にどんどん流れてることはもう否定のしようのない事実であり、安倍首相が大嘘だってことはもう国際的にな舞台でこういう大嘘をついたってことはもう本当に許されることじゃない。国家が主導しているってことです。でこれは森喜朗、大会組織委員会委員長も含めてですね、強調することですけれども、この東京大会のこれを法的にバックアップしているのは、2011年にですね、6月に成立した、スポーツ基本法ですね。この法案はスポーツ立国を目指すということで、が、まあ、大きな目標です。そのための国家プロジェクトをいろいろと考えて政策を行う。でそういう中に、まあ、こういうその国際的な、スポーツイベント、国際的な競技をその競技での選手たちの活躍と同時にそういうその、競技をですね、の開催とすることがいかにその国家的な利益につながるかということも強調しながら、まあ、これを、国家プロジェクトとしてその進めることがそのスポーツ立国の重要な要素であるということを、まあ、謳っているわけですが、今のオリンピックが本当にこのまま持続できるだろうかということに対してバッハ会長は、2013年の会長に就任して即ですね、危機感をですね、IOC 全体に危機感を持たせて、そこでみんなに考えろということで、導き出したのが
アジェンダ2020という40項目にわたる改革案です。これはもう持続可能性を追求するということはもう全体にあるわけです。この改革案の中身というのはもう何でもあり、規制緩和、規制緩和ですから、例えば競技にしてもこれまでの28競技という決められた競技のあり方を全部取っ払って、種目にするわけだと、最低100種目だと。それからまあ一番の問題は分散開催を認めたということですね。一つの都市でなくていいと、負担を分散していいから、最悪の場合は予選を外国でやってもいいと。そうするともうどんどんもうこれはもう崩れてるわけですね。一つのオリンピック大会を通して何を表現、そこでオリンピック運動を展開するかっていうのはもう核がもう分散しちゃってる。とにかく大会が開催されるためには都市に、開催する都市に負担をかけないように分散してもよろしいと。中身はどうでもいい、分散してよろしい。そうやってこうやっていく。身近なそうですよ、2020年の東京大会。スポーツクライミングって知ってました？ね、まあ、サーフィンはみんな知ってる。ああいうのどんどん増やすわけで。で、一体、だからもう一度元に戻ると、五輪マークって何なんですか？五大陸、網羅して、スポーツを通して、相互理解を深め、平和な人間の尊厳を大切にする平和な社会の建設に貢献しようじゃない。そのために具体力でなきゃいけない。この地球全体の中でそういうことをやっていかない。今もう全然5つないわけで、我が。どれだけその日本のテレビ、メディア、あの新聞等のメディアでオリンピックの現実、オリンピックの問題、どれだけ知らされてるでしょう。私たちがオリンピックを認識するだけの材料をですね、これまで本当にメディアがどこまで、提供してくだ、報道されたでしょうか。で、これから先その可能性ってあるんでしょうか。まずないよね。ピョンチャン、2020東京オリンピック、の放送権料にとしてですね、NHK 民放で作るジャパンコンソーシアムという共同体の組織が契約したのは660億円です。それだけのお金をで IOC と契約してる。これはもうそれだけの金を出すんだから、投資効果、狙うのは投資効果でしょ。それはもう頑張れ日本、頑張れ、もう全てその抑散報道ですよね。頑張れ頑張れ。で、新聞もですね、ついに超前読み日経が、2020年までの5年間ですね、1社15億円でスポンサー契約してしまった。まあそれでついでに、ついでにってことはないしだけど、産経と東京は北海道新聞が2億円ですか、あのサポーターというランクは一つ下ですけど、そういう契約もした。だからメディアもオリンピックをの問題がどれほどこの日本列島に、降りかかってくるか、あるいはその、オリンピックを契機にですね、いろんな問題がさらに深刻化するとか、そういうような視点は一切に、抜きにしてですね、とにかくお祭りにして、大騒ぎにすればいい。特に、メダルを中心にして、メダリストはとにかく徹底的に盛り上げるという、ことに終始するだろうと。そういう現実も含めて考えると、やっぱりそのこの2020年東京大会というのは、まさにこうオリンピックのですね、さっき言いましたけど克服できない、植民主義や帝国主義というものを、まさにその日本そのものがですね、これから戦争する国へと向かう強い国づくりの今の方向の中でですね、特にアジアに対する、あるいはその朝鮮半島に対する問題にしても、極めて、歴史をですね、植民地
植民地、それからまあ侵略戦争、植民地化といったようなアジア、アジアへの日本の過去の歴史というものを未だに持ってきちっと反省したり自己被害したりしながら、まあ、相手を2000万と言われる人たちに対する本当に被害に対する心からの謝罪というのをしてない、まあ まあ、そういうまあ日本そのものが、国際的に見ても全く信頼されていない中で、さらにこの、2020年でですね、日本というのは国は孤立していく、まさに不信感を募る風に向かっているというふうに言わざるを得ないのではないかと。もうね、頑張れ日本ばっかりね目立っちゃって、オリンピックの本質がね何なのかっていう報道がほとんどないんで、そういう意味じゃやった意味はあるというふうに思ってますけどね。まあそれこそオリンピック日本東京でやるっていうのは私も絶対にやるべきじゃないっていうふうに思ってましたしね。で今それこそ東京都教育委員会は特にオリンピックに向けてっていうんでね、とにかくもう年間35時間のオリンピック・パラリンピック教育を学校で小学校1年生から高校3年生までやらせてるわけですね。でさらに高校生はオリンピックのボランティアを義務付けてるんです。ってことはそれをしなければ卒業できないわけです。単位取れないわけですよね。それってもうオリンピックは全員が賛成するものだっていう、都民が黙ってちゃいけないっていうふうに思っているんですね。子どもたちが確実にその対象で、まあ、国民日本に住む者みんなそうだけども、国家総動員体制でオリンピックを迎える、あるいは平壌のもそういうふうにね